すんげえ無茶ぶり。その勢いよく行けばシューって行けるから。本当に入った。ハイテンションなおじさんがいる。寒いのにハイテンション。暖かいのがいいよね。じゃあやりますか。あ、これだ。リバーを倒して緩めてなって、もう1本でもいいかな。なんか忙しいなこれ。2本持ってきたんですけど、多分これ結構いっぱいになってきて、見てきたらサイズなかなか。ザルが隙に入れて先生忙しい。はい、こんな感じです。楽しい。ほら、おー、くるくる。右手を上げて、左手で指を掴んで、針の手も、針の手もこう。重たそう。重たいです。それが逃げてて、自分のこうベルトのとこを走ってるだけで、うわーって。いや、そしたら、抱えてる餌全部ぶりまいてた。あ、逃げた。あれ、いや、忙しいんで、なんか連れてるから家と。12センチか、うん、大きいね。なんか、モロコみたいだね。でかいと。え、食べ、これは刺身かな。違うか。そうそう。寒いっすか。ちなみに雪少ないっすよ。山中もちょっと小さい。卵持ってる。ただ、いや、今山中ついてないけど、うん、こんなに大丈夫。元気がいいから。全く抜けなくなった。あ、俺だけどさ、座ってあげた方がいいよ。パクって指、ちょっと。赤サギ持ってくるとバクバク食べちゃう。乗れるかな。かわいい、でっかい。乗れそうだね。走った走り。つついてくる。行かれた。カウンターだ。1800。5回ぐらい押してるのかな。餌だ。
大丈夫。あ、どうぞどうぞ。どうもご無沙汰してます。あ、こんにちは。嬉しいっす。会いたかったっすよ。1ヶ月以上もっと来てないから。寒いっすからね。すいません、ちょっともうジジイなんで。寒いと。そうなんですね、まあ、メリハリがあるっていうか。でも今日は充実あります。これお願いします。ありがとうございます。お餅初めて。お餅ちょっと写真で半熟で難しいんだよ、半熟は。ぴったりの時間は企業秘密。間違う。びっくり。うちの講師は多分2人で受けた方がいいと思うので、こっち側でちょっと本当次のが。あ、ありがとうございます。やけどしちゃうよ。ありがとうございます。ドリフトさん。野菜も食べれる。あ、来た来た。本当にグリーンだ。本当にグリーンです。グリーンラーメン。あ、私です。はい、ありがとうございます。違う、麺見えないんで。鍋みたいな、これ。確かに、ほんと鍋みたい。お待たせしました。すごい、あ、これすごい。ゆっくりだ。どっから。やっぱり最初は小栗旬菊から食べないとな。どうも、ありがとうございます。